こんにちは。より多くの人に経験と感動をシェアし、ハピネスに満ち溢れたエネルギーをお届けして、ハピネスの連鎖で世界平和の実現を目指すあきらテレビ、ホストの中尾明です。今日は幸せの食育トークということでですね、食の、正しい食生活、食習慣に関するお話、ある大物ゲスト、に来ていただきましてですね、大いに盛り上がっていきたいと思います。画面の向こうの皆様はもちろん、全人類が幸せになれる番組、今日はお送りしていきたいと思います。このテーマのゲストといえば、もうこの方しかいません。この同じユーストリームという媒体を使って、お笑いダイエット TV という素晴らしい番組を配信していらっしゃる、ミッチー先生こと白石光彦さんです。はい、ミッチー先生はですね、今大阪にお住まいということでですね、アメリカのこのあきらテレビのスタジオにはちょっと来ていただくことができないので、今日はスカイプによる、トークということになります。はい、それではですね、早速呼び出してみたいと思いますが、準備の方はよろしいですか？はい、ちょっとはい、担当待は、嫁さん、ってください。あ、はい、担当しあつこです。ます。うまくいけばいいのですが、スカイプで今からミッチー先生呼び出してみたいと思います。はい、じゃあちょっとよろしくお願いしますね。今日のテーマ、幸せの食育トーク、白石光彦さん、ミッチー先生と私中尾彬の対談です。ああ、そう、中野さんドキドキしますね。はい、今呼び出しています。みっちー先生、はい、みっちー先生だ。始まりました。お笑いダイヤちょっと画像が、画像がちょっと待ってね。みっちー先生、ちょっと待ってね。ちょっと画像が。こんばんは。大阪の DJ 薬剤師、みっちー先生こと白石光彦でございます。よろしくお願いいたします。チェンチェあ、どうぞ。腹減った、腹減った、ゴーゴー。チェ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 チ
止めてくれ。ちょっと。ピッチ先生。電波ジャックです。電波ジャック。電波ジャック。ごめんなさい。僕の番組じゃなかったんです。ごめんなさい。お呼びじゃない。いえいえ、お呼びなんですけれども、はい。今日はご出演いただきまして、ありがとうございます。はい。早速ハイテンションで登場いただきまして、はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。ちょっと今画面調整やってますんで、ちょっとだけお待ちくださいね。大丈夫？はいはい。まだ待つの？大丈夫です。ちょっと待ち行くたびれてね、ちょっと疲れちゃいましたね。いや、ちょっとね、はい。クリーニング行ってきました。あ、クリーニングです。白衣もピカピカですからね。ありがとうございます。アキラテレビに備えて準備万端ということですね。テレビだから。ありがとうございます。はい。まあ同じ大阪人同士ということで、じゃあ今日は大阪弁で。はい、行きたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いしますね。はい、ですね、みちい先生はですね、お笑いダイエット TV っていうですね、非常に素晴らしい番組を1年以上、配信してありますけれども、そこで高層ダイエットっていうのをね、推進してありますよね。あ、高層ダイエット。はい。で、高層ダイエットは、もちろんその、ダイエットにいいっていうことと、美容とかね、健康っていうことを、おっしゃってますが、その他このマインドをね、きれいにするっていうこともね、おっしゃってありますけれども、まずですね、PR も兼ねてですね、酵素ダイエットについて、PR も兼ねて酵素ダイエットについてですね、詳しくね、視聴者の方にご説明いただきたいなと思うんですけれども、はい、わかりました。はい、はい、どんなもんでしょうか。酵素ダイエットって呼んでますけど、酵素ドリンクっていうのをね、うちは大高酵素っていうのを使ってますけど、それを飲みながらする、安全、
簡単確実なダイエットもですよ、ね、お安全で簡単確実なダイエット、うん、AKK ね、今作ったの見つからなかった。今作った。B が見つからなかったので、ね、はい。ねえ、今作ったでしょ。まあ、ね、あのまずあのまあもちろんダイエットにいいんですけど、それだけじゃなくて、はいはい、あのアンチエイジングね。アンチエイジング。若返りに非常にいい。なるほど。はい、メッチー先生あれですよね。もうすぐ大台に乗らはるんでしたよね。そうね、来年50ですね。50? 若いですよね、まあ、ちなみに、あさって誕生日なんですけど、私あさって誕生日、それで49ですか。あさって49 で、うん、で、来年50ですね、はい、すごいですね、あの郷ひろみさん55やけどね、あんな感じの55になりそうですね。いや、だから、あれよ、あの酵素ダイエット、酵素断食やってたらね、うんうん、あのいつまでもこう若く素晴らしい、ね、人生リセットできますからね、うん、一応リセットするだけじゃなくて人生リセットできます、ね、人生リセット、はい、人生やり直しが効くってことですね。いや、だからやっぱりあの若くて健康っていうのはね、やっぱ基本になるわけですよ。なるほどなるほど。あの、まあ、あのまあ幸せの条件のね、人それぞれ違うとは思いますけど、やっぱり若さね、活力で健康がないとやっぱり何するんでもやっぱできないからね。はいはい。どうしても元気が、ね、なくなっちゃうから、だからそれ基本になりますからね。なるほどなるほど、うん、それをやっぱ酵素ダイエットで掴んでほしいですね。はいはいはい。みちー先生、ちょっと今ね、視聴者の方がね、みちー先生の声がちょっと小さいっていう風に書いてありますから、さっき私ね、ちょっと大きくなりますか。うん、ボリュームって上がりますか。どうみちー先生の、みちー先生のパソコン、パソコンかなり張ってるけどな。みちー先生のパソコン、どっかボリュームを上げるとこないですか。これで OK? どうですかね、視聴者の方、もしよろしければ、はい、視聴者の皆様、もしよろしければですね、あの音声の方どのように聞こえてるか、コメントいただければ助かります。はい、すいません、あの続きですね。あ、ちょっとちっちゃいかな。もしもし、はいはい、まだ小さい、まだ小さい、ほら、もっと張って、張って喋るわ。すごいすごいテンションって感じですよね。はい、すごいテンションっていうかアナログな人の。はい、どうでしょう。もうちょっと、もう上がんないですかね。あ、まあ、もう上がんない。ちょっと行き続かんない。そんなわけではなくて、あのミッチー先生の声じゃなくて、パソコンのなんか音量上げてません。うんうん、はい、僕アナログなんでダメなの。わかりました、はい、大丈夫だと思います。大丈夫ですか。私かな、ごめん、聞こえてますか。あ、聞こえてます、聞こえてます。どうでしょう、これでどうでしょうね。ちょっとマシになったような気がするんですが。あ、聞こえてますか。はい、 OK です。あの横でプロデューサーが OK って言ってるんで大丈夫だと思います。私が悪いのはこの人だそうです。すいません、あのすいません、こういうのもあれじゃん、すいませんね、あー、ごめんごめん、頼むね、ごめんごめん、ほんまに誰がアナログやねん。こっちがアナログでした、アナログでした。はい、すいません、はい、はい、ごめんなさいって、あ、すいません、ごめんなさい、はい、はい、はい、あ、皆様、はい、あの音量大きくなったというふうにコメントしてらっしゃるので大丈夫だと思います。はい、はい、でですね、酵素ダイエットですよね、はい、人生リセットできるというところまで、お話になってらっしゃいましたけれども、はい、そうですね、うん、だからまず、うん、OK? はい、大丈夫ですね、うん、大丈夫、うん、だからまずはそれダイエットでしょ、はいはい、で、あのさらにアンチエイジングとか美肌とか、はい、美容関係でしょ、はい、で、さらに、生活習慣病の、予防や改善、うんうん。で、それからすごいのが、その人生リセットって言ったんですけど、やっぱ心にね、結構影響があるんですよ。やっぱり。うんうん。と言いますのは、この断食っていうのは、もともと、この宗教のね、はい、修行で始まったものですね。おー、そうなんですか。だから、うん、
あ、知らない。だからイエス様がね、はい、あのイエス様とかブッダとかも悟りを開く前にね、はいはい、断食をしたとか。そうですよね。うんうんうん、でし、あの仏教の修行なんかでもあの断食っていうのは入ってますからね。はい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 。だから精神的なね、あの何かがあるんですよ、スピリチュアル的に。うんうんうん、はいはい。高い精神性ですね。それをあの医学的に、はい、あ、大丈夫？はい、大丈夫です。医学的に言いますと、はい、あの脳のね、神経の中にその喜びの時にこう出るドーパミンね、はいはい、で怒りのアドレナリンっていうあの感情を、うん、あの左右する神経があるわけですよ。はいはい、ね、でそれをあのちゃんと、ね、喜びすぎても怒っとっても困るからコントロールするのがセロトニンっていうね、うんうん、安定させる重要な物質があるんですよ。まあこれお薬なんかにもね使われたりするんですけど、で実はそのセロトニンっていうのは、はい、腸で 95% 作られるのが分かってるんですよ。おだから、ね、あの酵素断食して腸をきれいにすることによって、うん、あのセロトニン神経がね、はいはい、まあ、セロトニンの分泌が活発になるってあの言えると思うんですね。はいはいはい。でそれに加えてあのこれもあの ちゃんと医学的な発表もされてるんですけど、あのやっぱり食事の量を減らすと、うん、あのやっぱりセロトニン神経が活性化されるっていうこともこれあの発表されてるんですよ。なるほどなるほど。だから実際そのあの断食始めて、まあ、お腹すくかこうイライラするか思ったら逆にね、うん、あのイライラがなくて集中力が上がったりね、うんうん、まあすごく気持ちが落ち着くような方が多いんです。はあ、なるほどね。実は、うん、はいはいはい、はい、でまあさらにその上を行くね、すごくなんていうかスピリチュアル的なその敏感な方なんか中にいらっしゃいまして、ええ、でなんか実際なんかうちのお客さんでもなんか神が降りてきたとかね言う人とかね、あの、うんうん、ほんまにいたりで、最近面白いのがあのこう掃除をやり出す人が結構多いですね。お片付け、ね、ほんまほんまこれ断捨離ブームとか言いますけど、はいはいはい、だからあのへあのうちのお客さんでね、娘さんが、はい、まあ、ダイエットやったんだけど、それまで部屋を片付けんで、あの親が、まあ、怒ってはった人がおったんですけど、お母さんがお礼に来た時ありましたからね。すごいですね。あのそうそうそう、それどうもね、こうそのもともとその精神的なことを目的でね、断食っていうのをあの始まったんですけど、はいはい、この酵素断食っていうのは酵素っていう栄養素取れますからね、だからあの健康断食なんですけど、はい、やっぱりそのもともとのその精神的な部分をこうやっぱ感じちゃう人っていうのもこう中にはいるみたいなんですね。なるほどなるほど。インスピレーションが研ぎ澄まされてるってことですね、うん、そうそう、感覚がすごい研ぎ澄まされるから ね、はいはいはい、うん、はい、ほんであれよ、100人の中からね、面接で通訳にあの面接に受かったいう人とかね、はいはい、20年間喋ってたお父さんとね、食事行って3時間も喋れましたとかいう人とか出てきてるよ。ああ、20年間喋ってなかったお父さんとってことですか。うん、なんか喧嘩してずっと思春期の頃から、はい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 、喋ってなかったらしいんだけど、それはいいですよね。それ断食と、うん、おかげやで言うてくるんよ、向こうから。なるほど、なるほど。うん。はいはいはい。面白いですね、はい、非常に。和の精神もね、育まれてくるってことですかね。そうですね、はい、まあ、なんていうかね、その、まあ、面白いのが、断食終わった後に、こう、はい、まあ、おかゆなり、まあ、普通のご飯でもいいんですけど、ええ、復食っていうのをしますね、はいええ。食事を戻す。はい。でそれが美味しいんですよ、その一口が。そら美味しいでしょうね。そら3日、うん、ね、でそこでこの感謝の気持ちっていうのが生まれるのね。なるほどなるほど。うん、だからこの 今までね、こう何気なく時間が来た食べてたようなご飯もね、うん、食べれない日が続いてこう口にしたらね、うん、あ、こうなんと美味しいの、うん、ね、これ1年間お百姓さんが作ってくれたんだな、ありがとうございますって気持ちがね、ほんと自然に生まれるね。全くね、その通りだと思いますね、うん、はい、みっちー先生あれですね、うん、なんかフェイスブックのプロフィール見てたらね、昔タンキーだって書いてありますよね、はいはい、昔タンキーやった、タンキー、うん、でタンキーでなんかそう、僕も
そうそう、うん、あの取引先となんか揉めてあのね、商品売られへんかったりとか揉めたっていうかまだ揉めてるけど、ま、いやだからうち大変やったの、ほんま。だからうちのね8割ね、あのうちの商品の8割占めとったメーカーとの取引なくなってしまった。そうなんですか。うん、じゃあ追われてるけど大変やねんで。怒らしてしもて、 あれですか、取引。いや、うん、怒らしたっていうか、ちょっとね、やっぱり狭い業界やからね、はい、あので古い、体質古いから、ちょっと僕みたいにそのネット使ったりとか、なんかこういうのをやってるの気に入らんらしいんですよ。なんでですね。うん、で浮いてるんやぞ、業界から、すごく。それは浮くでしょ、あの薬局やのに薬売ってはれへんや。じゃあ悪口よう言われてるの、うん、でしょ。3ヶ月前日本帰った時、みち先生の薬局お邪魔しましたんやけど、ねえ、薬って書いてたのに薬ありませんやん。あれ、剥がさなあかんな。ヒカルド薬店ちゃいますから。いや、じゃあ漢方薬置いてるんやん。あ、そっかそっか。漢方の薬、うん。ですよね。はいはい。いや、面白いですね。うん。はい。いや、せやからね、大変やったんやけど、そこをね、だから、まだ、売るもんないからね。まあ、売るもんないから、こう、始めたわけでもないんだけど、まあ、ちょうどその、酵素を入れたんと時期がこう重なったからね。なるほど、なるほど。いや、面白いですね。じゃあ、酵素頑張ろう思って。うんうんうん、じゃあ今ほとんど酵素で食べてるみたいな。あ、でもそれね、その事業転換がね、良かったんじゃないかと思うんですけど、はい、いやだからもう正直ね、ほんま苦労したんだけど、うんうん、まあ今となったらね、かえって良かったんちゃうかなと。だからその短期も意味があったんちゃいますか。うん、だまあいわゆるもう必然っていうやつ、うん。いや良かったですよね、うん、はい。でね、僕は、突っ込んでや、はい、おい、あ、さっき画面出たの分かれました。あ、分かれんな、そっか、みっちー先生、画面 見られへんのね、うん、はい、あ、結構ね、見てくれてる、ちょっとついたけどね、画面、うん、あ、そうです、何、はい、何を、いや、なんか面白いね、なんか字幕、この横の人が入れたりしてね。あ、そうなんしてんの。そうそうそう。あれ、ニコニコ動画あった。あ、そう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 。まあ、当ててるやん。そう、後でアーカイブ見て、楽しみにしてくださいね。はい。それでね、ミッチー先生、いつも日曜日の、午後10時に、お笑いダイエット TV ね、はい、配信してありますけれども、はい、まあ、今日ももちろん、この後ね、はい、やらはるんですけど、もう1年以上、はい、そろそろなりますよね。1年ぐらい。あ、そうですね。ね、はい、あれ、毎週。ちょうど1年ぐらい。ですよね。で、毎週ね、まあ、最近ちょっとね、うん、食に関するね、まあ、ダイエットと食に関する話、やってはるわけですけども、ね、はい、はい。はい、僕がやってるアキラ TV っていうのはね、ハピネスの連鎖、はい、それから、和の和で、こういう字ですね、平和の和に、輪っかの輪ですよね、和の輪で、世界平和を目指す。ね、和の輪ね。はい。はい、そういうコンセプトでですね、うん、まあ、いろんなテーマでやってるんですよ、うん、どうやったらハッピーになれるかとかね、はいはいはい、どうやったら健全な精神状態でいられるかとかね、はいはいはい、そういう話をいろんなテーマでね、毎週毎週、まあ、やっとるんですけれども、特に最近はね、やっぱり和への道は食からやということで、結構食に力入れてるんですよ、うん、その食に力を得て、そうそう、まあ、3、4回やったんですけど、みっちー先生、毎週やってはるじゃないですか、食に関して。ああ、はい。これ、すごいですね。あれ、ネタ、ネタ、ね、うん。替え歌もそうだけど、ネタ、どうしてありますの。ああ、いや、ネタって、アキラさん、僕、専門家よ。専門家やけど、もう、1年やから、50回ぐらいやってはるわけですよ。すごいですよ、うん、だから勉強してるもん、うん、すごい、だ僕勉強が仕事やからね、素晴らしいね、ちょっとネタの話でちょっと、うん、ちょっと脱線しますけど、替え歌はあれ毎週考えてはるのすごいですね、あれ替え歌はね、もう瞬間に浮かびます、あ、インスピレーションなんですか。そう、やっぱ断食やってるからね。
いや、さっき冗談やけど。いや、まあ、替え歌は瞬間に浮かぶけど、でもね、最近浮かばない。あら。断食やめたはりまんすん。マストしないといけない。いや、違う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 。だから、結局ね、浮かぶときっていうのは潜在意識にね、それを考えろって植え付けてんねんな、いつの間にか。あー、すごいですね。ほんで今は僕ちょっともう、まあ、年明けぐらいから、まあ、東京とかでもセミナー始める予定なんだけど、はいはい、でそのネタをね考えてるわけよ。あー、なるほどなるほど、うん、ほんならもう替え歌出てけるんだよな。まあ、なかなか焦ってんねん。セミナーのこと考えたら替え歌はなかなか出てきませんわ。そうやん。だから、セミナーの方が大事やからね。2つのこと同時にできへんっていうのがね、僕はいつも思ってることで、潜在意識できへんの。そうそうそう。で、僕はなんでね、ハピネスの連載で世界平和っていうかというと、その戦争を起こそうかとかね、うん、人に対して悪い感情を持つっていうのはね、うん、その考えが頭の中心を占めてるからで、うん、ハッピーなこと考えとったらね、うん、戦争したろとかね、誰かを傷つけたろとかね、悪い感情を人に持つっていうことができへんのちゃうかっていうふうに思うわけですよ。だから、本読みながら歌歌われへんのと同じで、ハッピーなこと考えてたら、くだらんこと考えへんやろっていうことで、それでハピネスの連鎖、和の和っていうことをね、番組で言っとるんですよ。うんうん、そうそう。でね、うん、そうやね。そうそう。でね、和への道、何が一番大事かって言ったら、やっぱ食がね、すごい大事やなっていうのを最近すごい感じてることで、その食、現代人がね、もう食の知識があまりにもなくて、うん、まあ、好きなもん食べてね、うんうんうん、内容のこととかで、全然気にせんと、うん、でもっと怖いのが、子供にね、自分の子供に、うん、一切その食の正しい知識を教えずに、自分の好みか、あるいはね、うん、もっとひどいこと言ったら、その、うん、幼稚園に入る前からね、ファーストフード店連れてって、うん、まあ、安いからで、うん、まあ、ハンバーガーとかポテトとかコーラとか、うん、与えてですね、うん、でおやつはポテトチップスとかね、うんうん、もうそれが私が住んでるアメリカっていうのはすっごい顕著でね、え、うんうん、こんなこと小さい頃からしてるからね、好戦的になっていくんやなっていうふうにね、うんうん、思うわけなんですわ。そう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 、うんうん、でまあ今もだから、うん、日本もね、うん、ね日本もね日本もその90年代から急激にファーストフード店の激安化が進んで、某、うんうん、あれですね、 M のマークで有名な会社ですけれども、まあ、ええやんで、まあそれで急激にね、ママたちが子供を連れていくようになったわけですよ。で、あそこの戦略っていうのが、そうね、そう、6歳の時に好きやったものは死ぬまで好きらしいんですよ、うん、だから6歳の時にすごい美味しいなと思って食べてたものは死ぬまで食べ続けるっていうんですよ、うん、だからその会社で、そう、そうそう、その会社でね、すごい激安路線に転じたっていうのは、うん、激安したらママたちがその来るやないですか、うん、子供を連れて。そしたら子供がそこで、うん、まあ、100円バーガーとか食べるわけですよ、うん、ポテトとかね。そしたら美味しいやないですか、うん、子供にとったら。そらしたら6歳の子がね、20歳になっても40になっても60になってもずっと、うん、M ドナルドさんに行ってあるキャラってことなんですよ。うん、その戦略、まあ一応ね、ビジネス的には、うん、まあ、当たっとるわけですよ。うん、で、まあ、それ怖いのは、そう、そういう人が増えると、うん、そういうもので汚染されたですね、その体だけじゃなくて、うん、マインドが汚染されてくるっていうのはすごい心配なわけですね。そうそうそう。はい。うん、まあ、その点いかがお考えですかね。あ、話していいですか。はい、いいですよ。大きくしますわ。だから、僕がちっちゃくなったんですよ。僕今ちっちゃくなってますから、ちっちゃくなっちゃうから、どうぞどうぞ。めっちゃちっちゃくなりました。もう一個のパソコン勝手に止まっちゃって。あ、そうです。見えへんわ、全然。大丈夫ですよ。勝手に喋っていただければ。ね、まず、そのアメリカの作戦っていうのは、はいはい、そのマクド、あ、言うちゃった。M ドナルドだけじゃないんですよ。そうなんですよね。はいはい。給食が作戦やもん。あ、給食からですね。あ、それはもう戦後のあれですか、GHQ の占領政策からってことですね。そうそう。
占領政策、うん、これは奥が深い。じゃあもうそれではな、結局日本を植民地にしとるわけよ。はいはいはい。食のね、うんうん、言えるじゃなくて食の民地ね、食べる民食べる民の、ええ食べる民、そう食べる地、うん、戦後とか向こう小麦とか肉とかものすごい農作物 ね、 肉も含めてね、牛乳とかも含めてすごいたくさんあったから、こう日本に売りつけようとした戦略に M ドナルドも乗っかっただけ、うんうん、結局なるほどなるほど GHQ にね、なるほどなるほど、うん、で一番身近な問題はやっぱり砂糖の害やね。砂糖ですよね。砂糖もうこれは過剰に添加されてますけれども、はい、うん、まあ添加言うたら化学調味料とか食品添加物ももちろん害やけど、はい、まあやっぱり砂糖をね冷たいもんでこう、うん、甘さ感じさそう思ったらものすごい量入れなあかんわけですよ、うん、お砂糖をね。でそうすると血糖値一遍に上がりますよね。はい。血糖値が。ほんで、インシュリンが出て一遍に下がるから、血糖がこう上がったり下がったり、乱高下っていうのを起こすわけですわ。はいはいはい。はい。で、そのようになってきたら子供たちが、で、下がったらまた甘いもん欲しがあるし、食べたら落ち着くし、下がったらイライラするしっていうことで、起こりやすくなるね。イライラしやすくなる。切れやすくなる。はいはい、これがひどくなったら低血糖症っていうのを起こすん、うんうんうん、今度は低血糖症、じゃあ普段、うん、症ね、うん、低血糖っていうのはまあ、インシュリン打ってる人がこうなったりとか、はいはい、糖尿の人がなったりするんやけど、はいはい、低血糖症っていうのは普段から甘いもの取りすぎてるためにそのインシュリンのコントロールが効かなくなって、はあはあ、そんなに食べてない時もたくさんインシュリンが出て、うん、血糖値がこう常に下がってしまうような状態なの。なるほどなるほど。ほんならこう体っていうのは血糖値が下がることを一番嫌うからね、うんうんうん、でアドレナリン出してね、うん、血糖値上げようとするわけよ。はいはい。アドレナリン出てもね筋肉分解してね血糖値上げるからね、はい、でアドレナリンっていうのは攻撃ホルモンだからね、うんうんうん、ね、つまり攻撃性高まるんですよ子供の、うん、やっぱり、うん、だから性格にねすごく関連します、食は直結します。はいはい。あ、そうか。じゃあ怒りっぽくなるの砂糖なんですか。砂糖の原因、さらに砂糖だけじゃないけどね、うん、でも原因は大きいよ。なるほど。僕結構ね怒りっぽくなるのはね肉と添加物と辛いもんやと思ってたんですよ、うんいやだからもう辛いもんで下が、まあ、血圧上がるみたいな感じでね、うんうんうん、行くのもあるかもしれないけど血糖値のその上がり下がり、うん、これが危険なんです低血糖症っていうのね。なるほど。でじゃあ僕も、まあ、さっきの話やけどちょっともともと怒りっぽかったんやけど、はい、その断食繰り返すことによってセロトニン神経が活性化されてね、はい、本当怒らんようになったよ。ああよかったですね。これびっくりするうん、うん、素晴らしい。じゃあうん、食とねその世界平和っていうのが直結してますですよね、うんうん、だと思います、ね、でこれは昔からこれマクロビオティックが言うてることでね。はいはいはい。そうで僕はその通りやなって、うん、最近になって気づきましたね、実感しましたね、はい、そうそう。だから食でね、まあ、体が健康なのはもちろんなんですけどこのマインドですよね、うん、思考が、ね、そうそうちゃんとしてくるっていうのはね、うん、その食が乱れてると、うん、マインド、いわゆる思考が、正しいものになってこない、うん、だから世の中乱れるっていうのがね、今まで思っとったことなんですよ、うんうんうん、まあそれだけじゃないけどね、もちろんいろんな問題があるわけだけどその原因の一つよ。そうですね。でかなり大きい原因を占めてると思うね食は。だと思いますよね。はい、はい。それですね、まあ、ミッチー先生はいろいろ、例えば、よく噛んで食べるとかね腹八分目にするとかね、はい、そういったことを提唱されていますけれども、はい、はい、僕が最近言ってるのは肉をちょっと減らそうということをね、推奨してるんですが、肉ね、はい、ですね、それで、まあ、何週か前のですねこの当番組で、はい、その肉を減らすという時にですね、まあ、元々特に我々日本人っていうのはですね、はい、
DNA 的に、はい、縄文時代の後期からですね、はい、稲作をしていて、はい、菜食というか、まあ、穀物中心の、生活スタイル、はい、ね、まあ、穀物と、はい、まあ、ちょっとの野菜と、まあ、わずかな、動物性のタンパク質っていう食生活を、続けてきたわけで、はい、まあ、先祖からその体をもらってる我々は、その体で肉をうまく消化することができないはずだから、はい、欧米型の食生活はやっぱり見直す必要が、はい、あるんじゃないでしょうかっていうことをね、話していたら、はいはいはい、まあ、道先生実は前からおっしゃってたんですけれども、はい、ちょうどその頃のブログにですね、はい、動物の歯の構成のことについて書かれてらっしゃって、はい、ね、臼歯、門歯、犬歯という歯があって、ね、うん、肉食動物のライオンは犬歯しかないと、ね、うん、草食動物は臼歯、要するに穀物すりつぶすためのね臼歯ばっかりだと、うん、で人間の歯の構成を見たら、うん、臼歯が5で、うん、門歯が2で、うん、犬歯が1、すなわち、うん、穀物を食べるのに適した歯の割合が5で、野菜を食べるのに適した歯の割合が2で、動物ですよね、うんうん、を食べる、に適した歯が1という割合だ、だから5対2対1で、うん、食べるのがいいですよっていう、まあいいですよっていうか、それが自然なんじゃないかっていうことを書かれてたので、うん、いや結構ね、うん、いやこれはね理にかなってるなっていうふうに思いましたね。だから日本人だけじゃなくて、そのね、うん、肉食主体の欧米人でさえこれはねすごい理にかなってて、うんうんうん、本来そういった食生活を送るべきなんやなっていうことを、改めて感じましたけど、はいはい、うん、ね、だから人間って喋っていい？はい、喋って、人間って小さくなります、ね、ね、熱帯地方で生まれたんですよ、人間もともとね。人間は熱帯地方で生まれた、はい、そうそう、発生したんですよ。なるほど、ホモサピエンス、ね、ホモサピエンス、うん、アフリカですから、ね、暑いところでね、うん、うん、アフリカでね、ね、だから、もともと穀物勝手に取れてたんですよ。なるほど、なるほど。で、ところが増えてきてね、あちこちに散らばったわけです。うんうんうん。うん、はい、はい。で、で、こう、北の方に行ったらね、うん、その穀物取れないから、はい。これ、証拠となしに肉食べたんだから。ね、ヨーロッパの寒い方とかですよね。うん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 。じゃあ、これを食性っていうわけ。はい、はい。食性。食性、ね。食のね、性質の性ですね、習慣ね。はい、はい。ええ。うん、食、うん、うんうん、食の性格、はいはい、食性ね、うん、だからもともとせが穀物食べてるが人間っていう動物のね食性やったんやけど、はい、うん、それがないとこに移ったから証拠となしにこういろんな動物性のものを食べるようになってきた。なるほど、なるほど、うん、ところが日本っていうのはすごくそのお米っていうのをうまくこう、だから主食っていう概念も、うん、日本にしかなくて、そうなんですよ、うん、そう、アメリカにない、ないんですよ、なんかね、うん、はい、うんうん、だから主食にするっていうのは毎年必ず、その国の人口を満たすだけのものを確実に収穫できるっていうのが前提条件になるわけですよ。はいはいはい、なるほど。だそれを日本はできたから主食っていうのできという位置にこう米が置かれたわけだけど、はいはい、こうアメリカとかヨーロッパとか寒いとこはとにかくこう栄養になるもん何でも OK っていう感じなの結局。はい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 、そうですよね、うん、それとね、そうそう、面白い話があってはい、はい、これ日本がお米、まあ日本ってすごい日本人でこう技術細かい作業とかね頭がいいっていうのもあったんだろうけど、はい、いっぺんにこれだけお米がね、うん、広まったね、裏側にはね、一つ、なんていうか、まあ、秘密があるね、はいはい。おー、それは何でしたろうね。はい。これ、何でしたろう、はい、これはね、実はね、アキラさん知ってるかどうか分からんけど、うん、これなんとね、西暦、675年。675年、奈良時代。はい、うん。奈良時代の前ですね。の前、なんと美しい平城京が奈良時代やからね。飛鳥時代。奈良時代の前。うんうん、そうそうそう、飛鳥時代。飛鳥時代ですね。はい、天武天皇が肉食禁止令っていうのを出してたんです。おお、素晴らしい。うん、まあこれは仏教に由来することなんやけど、うんうん、
肉食禁止令っていうのを出してて、それがあの明治天皇が文明開化で食べるまで続いとったんや。そうですよね、日本は。喋っていいですか。はい、どうぞ。あのね、僕思ってたんですけど、あれ聞こえます？はい、聞こえますよ、はいはい、あのね、まあその肉食とね、結構戦争の関係ってすごいあると思ってて、はい、特にそのね、肉食がほとんどなかった江戸時代っていうのが、うん、その250年平和やったわけじゃないですか。うんうんうん、でなんか戦国時代とかね、結構なんか武士とか、うん、そのイノシシとか捕まえて食べてたでしょ。いや知らん、覚えてない。見たことないけど。なのでね、その平安時代もね、あの源平の時代になるまで、平和やったじゃないですか。なのですごいね、肉食がその禁止されてるのが徹底されてた時代っていうのは平和だったんじゃないかなっていう気がして、で肉食をしてた時代っていうのがやっぱり戦乱があったような気がするんですよね。うん、うん、まあそれもちょっとあるかもしれないね、うんうん、本当にですね、うん、はい。だから、うん、マクロビとかはね、まあこんな話するもんなんやけど、やっぱり生きたものを食べるっていうのは、うん、その動物が殺された時の その怒りとかね。そうです、あの苦しみの、うん、まあスピリチュアルな話になっちゃうけど、うんうん、感情をねそのまま引きずっちゃうって言われてるな。あ、そうですよね。だからやっぱり肉、うん、いやこれもしかしたら本当にあるかもしれないよ。あると思う。やっぱり、まあ本当ね、我々は今スーパーとか肉屋さんでもう完全に切って元が分からんくなっとるやつしか買ってませんからね、うん、まあ、分からんのですが、うん、まあ、昔はね、動いてる動物を捕まえてぶっ殺してたわけですからね、うんうんうん、ものすごいなんかそこに怨念が、うん、いや今でも結局、うんうん、で結局そういうことは今でもな、うん、やっぱり実際に手を下すから、うん、やっぱ性格もねきつくないとできひんのちゃうかっていうふうに思うわけですよ。うん、で肉食動物が、うん、まあ草食動物を殺してね、生きてるみたいに、うん、でも草食動物はね草しか食べへんから誰も殺さへんから、菜食の人はやっぱり、うん、闘争心はあんまりないんじゃないかなっていう、そういう気がすごいするんですよ、うんうんうん、だからまあマクロビオティックはそういう考えやね、だから、うん、なるほどね、はいはいはい、うん、玄米菜食でね、ね、それがすごい理にかなっていますよね、うん、はい、うん、でまたそれが本来人間っていう動物の食性やからね、うん、はいはい、本来のそうなんですよね、うん、はい、うん、まあところがですね、我々はまあ生まれた時から、まあ特に欧米型のですね、食スタイルがまあもう浸透しておりましてですね、まあ、肉の美味しさから、はいはい、なかなか逃れられないっていうね、うん、ところになってましてですね、はい、まあ、なかなか肉を完全にやめましょうって言っても、まあ、やめられへんやろうということで、これは無理や。まあだから要するに、まあ、僕がよく番組で言うんですけど、まあ、それはエコな生活が一番よくて、うん、便利な生活っていうのはね、うん、地球の環境をよくしないので、できるだけエコでいきましょうって言ったかで、うん、原始生活にはまあ戻られへんから、うん、それと同じで、もう肉の、ね、食生活がもうこれだけ浸透しとったらね、いきなりベジタリアンになれっていうのも、うん、まあ無理な話なんで、ちょっとずつ、うん、減らしていこうじゃないかっていうのが、うん、まあ最近の僕の考えなんですよ。うん、っていうかね、やっぱ食には二面性あるっていうことですよ。あ、晴れの日と食には二面性ある。ああ、晴れの日、けの日もそうやし。だ動物的側面と文化的側面ですね、うん、はいはい、だから動物的側面で言うとその玄米菜食とか穀物野菜中心に食べるのが正しいんだけど、うんうん、その人間ではその大脳新皮質が発達して、うん、でそのためにこういろんな文化を築いてきたわけで、その文化的な側面っていうのが あるわけですよ。人間には楽しみですね、つまり楽しみですよね。楽しみ、うん、うん、
だから楽しみのために食べるってもう割り切ってね、うん、食べてもらって、それはそれで、うんうん、そうですね。でそれを晴れの日として捉えるんやったら、普段の毛の日はまあちょっと粗食にしてね、うん、お米野菜中心の食事にしてはいかがでしょうかっていう考えね。ですよね。まあそれがダイエットですよね。いや結局だからダイエットってそんなもんよ。だってダイエットってみんな減量というふうに思ってはるかもしれんのですけど、あれ正しいね、食生活っていう意味なんですよ。うん、英語でねダイエットっていうのは、そう正しい食生活、食習慣っていう意味なんでね。それを守ってたら自然に、プロポーションになるってことですよね。うん、じゃあ僕も辞書で引いたもん。あ、そうですか。でしょ、一番最初に減量って書いてないでしょ。減量って書いてないよ。でしょ、正しい食事療法ですよね。そうそうそう、そうなんですよ。食事療法。ねえ、みんなダイエットってね、痩せることっていうふうに思ってはりますけど、食事のことですからね。いや、だからダイエット、いいですか、はい、どうぞ。みんなダイエットって、あ、いいですか、どうぞどうぞ。みんなダイエットとか美容健康とか別々に考えてるけど、これ一緒ですよ。そうですよね、うん、ダイエットも美容も健康もね。はいはい。だから僕はもうお笑いダイエットの初回、一番最初の時にダイエットイコール健康法ですっていう話したんですよ。おお、そうですね。で、僕はそう考えてますって、もう誰も記憶にというか見てないと思うけど。うん、いいえ、うん、まあもう僕結構見てますからね。はい、あ、ありがとうございます。でそのね、はいはい、いい例、分かりやすい例が、例えばあなたは健康のために何してますかって言われたら、うんうん、どういう答えが出ます？健康のために何してるかって言われたら、一般的に、うんうん、そうですね、運動してるとか、睡眠をとってるとか、あとは食事に気をつけてるとかね、そういうことですよね。はいはい。そしたら美容のために何してますか？美容はね、僕の頭の中ではなかなか浮かんだけへんな。美容のために何かしてる？隣の人は。食事かな。食事？あんた別に聞いてないでしょ。なんかよく寝る。いや、だからそういうことなんです。うん、あ、そう、一緒やん、だから、うん、一緒やろ、うん、まあお風呂とかかな、一緒なんですよ、うん、ですよね、うん、そうですね。だから一緒なんですよ、健康のためにしてること、美容のためにしてること、一緒ですよね、ね、うん、そうそう、一緒でしょ、本当だ、うんうんうん、だから健康イコール美容なんですよ。でダイエットも特別なもんじゃなくて、ね、その中に含まれるもんなんですよ。そうなんですよね。はい、それを皆さん別に考えて、うん、でまだその経済市場主義のね、いろんなそのダイエット産業とかも絡んでやね、盛り上げて盛り上げてしてお金を吸い取ろうとしてるのが今の構図やん。ですよね。うん、本当あれですよね、そういう陰謀に引っかかってるというか。そうそう、うん、だから僕らもやっぱりね、311が目覚まさなあかんのよ。うん、ですよね、ほんまに。うん。それはやっぱ残されたもんの使命。うん、のはずですね、残されたっていうのは生かされたもんね。うんうん、まあなんか喉元過ぎたらなんてやらってよく言ってますけれども。もう、ね、もうダメダメダメ。ダメですよね。うん、早く気づかないとね。だから、うんうん。じゃあ僕はそのために残りの人生使いますよ。素晴らしい。うん、早くなんか言ってよ。いやね、素晴らしいですよ。あれ、人生の目的ですよね。いや、だから僕はもう、うん、うん、いや、地震とかもね、どこでたまたま、まあ、東北の方で起こったけど、まあ、大阪に来とったかもわからんし、そうそう、でまあそらカリフォルニアかもしれんし、そうそう、わからんわけやん。だから僕らもある意味生かされた人間やから、うん、でまあいろいろ僕も勉強してある程度の知識も身につけてるつもりだから、やっぱりそれを伝えることをしていかないと。そうなんですよ。だからまあ、今日のテーマはね、うん、幸せの食育っていうことなんですけれども、食に関する正しい知識を持つっていうことがですね、うん、幸せにつながる、もちろん、個人の幸せだけじゃなくて家族の幸せ、そして全人類への幸せ、世界平和ですよね、そこにつながるっていうことをですね、ぜひ認識していただきたいなと思って、道井先生もですね、啓蒙活動を続けていきたいなというふうに思っております。
はい、そうだからそれが大事ね、それあのだから幸せにつながらなあかんわけよ。そうなんですよね。なんかね、あの結局ね、あの食育っていうかその正しいね食習慣とかね、まあ、ダイエットもそうですけれども、うんうん、なんかね辛いとかね、あの面白くなさそうとかね、うん、なんかそういうネガティブなイメージがあのすぐに湧いちゃいかねないっていうのはね、まあ、すごい残念なことで、うん、実はもうすごい幸せな、人生につながるってことと、みんなが幸せな、空間、この地球という空間ですね、共存できるっていうね、ことをぜひぜひ僕は認識していただきたいなっていうふうに、思ってるんですね。うん、はい、うん、だから医療なんかね、うん、特に僕はまあ薬剤師ですから医療に対してこれからもいろいろ言ってきますけど、はい、今の医療幸せにつながってると思いますか、思いますか、日本の医療延命治療ですよね。じゃあ延命治療やん完全に、うん、そうそう、うん、だから結局自分の命にも、うん、自由がないんよねえ、うん、無理やり伸ばされてるだけやん、うん、うん、あ、そうそう、これもね、前、ミッチー先生のブログでね、うん、僕もう前からね、うん、疑問で思ってたことがあって、うん、それがね、その、あのブログの記事でね、はいはい、解けたんですけれども、いわゆる死因ですよね、うん、死んだ原因ですけれども。死因ね、はい、はい。なんかいつもね、はい、心臓病とか癌とかね、なんだかんだっていうふうに1位、うんうん、2位、3位とかなってますけれども、なんで自然死っていうか、はいはい、その、老衰で死んだっていうのがないねんっていうふうに、ずっと思ってたんですよ。うん、で死ぬとき、はいはい、死ぬとき、例えばね、癌で死ななあかんのかとか、うん、あるいはね、心臓発作で死ななあかんのかと思ってね、もうずっと若い頃から、うん、ああいうね、結果発表を新聞で見るたびに、すごい恐怖におののいとったんですよ。死ぬとき、やっぱり、うん、やっぱり辛い思いして死ななあかんのかとかね。で、ドラマとか見とったらね、なんか、よう主人公が癌になってるじゃないですか。癌になって、最後半年ぐらいで、どんどん弱っていって、なんか苦しんで、で、癌で急に、あ、痛いとか言って、で、周りの人が、あ、大丈夫、大丈夫とか言って、やってるドラマあるじゃないですか。この間、なんか中井貴一さんが、やってはりましたけど、あれ見たら癌になるのすごい恐怖ですよね。でね、まあ、心臓病かでね、もう心臓が、心筋梗塞とかだってね、うんうん、心臓がブワーってこう、うん、なんかこう、なんていうんですか、万力で締められたみたいでね、ギューッとかなってね、ブワーッとか痛くなるのがあるじゃないですか、うんうん、あんな風にして死ななあかんのかと思うとね、ずっと怖かったんですよ。で、例えばその老人さんとか、まあ老人でなくてもいいんですけど、その朝起きたら眠るように死んでたっていうパターンはないんかいなってずっと思っとったんですよ。あるんよ。そう、それがこの間のミッチー先生のブログ見たら、ほんまはあるはずやねんと、うん、昔はそうやったと。そうそうそう、ところが、うん、まあ、まあ食生活ももちろんですけれども、うん、そういったところから、うん、なんか変な生活習慣病とかになって、で苦しんで延命治療だけされて、うん、でその挙句が最後の心臓病とか、うん、がん、そういう結果になっとると。うん、いうことだったんですよ、うん、だからもう今のね、うん、その欧米型の食生活っていうのがいかにそういう悲惨な作用を遂げなあかんのかっていうのことなんですけれども、うん、まあまあさ、まあ、人によるんやけどねまあほんま丈夫な人はもう何食うでも元気な人、ね、まあそれはそうなんですよ。個人差ってね、ある不公平なんですけどね、うん、個人差はあるんだけど、で、こう一つね、ちょっと、まあ、有名人の話なんだけど、はいはい、まあ、これもブログに書いたと思うんやけど、元総理大臣の宮沢喜一さん、ね。はいはいはい。はい。うん、あの人はね、老衰で死んだんですよ。ねえ、もうそういうパターンがね、実はあるんだっていうことですよね。で、それも かっこいいんですよ。うん、朝ごはん食べてね、で、新聞読んで、ほんで、ああいう人がお手伝いさんおるんやけど、うん、少し横にならしてもらうね、言うて横になって、そのまま亡くなったんですよ。ああ、すごいですね。うん。すごいですね。だからそういう死に方も、うん、うん、あるし、昔は多かったんですよ。うん。ねえ。一つはね、今、検査がね、検査の技術が進みすぎてね、はいはい。病気見つけすぎるんですよ、うんうんうん、
病気を。だからちっちゃいがんでも見つけるからね、はいはい、から治療せなあかんいうことで、化学療法とか手術とかして、かえって老人なんか体力低下してね、はいはい、で肺炎なんかかかって死んだりする場合もあるんですよ。はい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 、ね、ところが年取ったらまあがんなんかできるのは当たり前でね、はいはい、別に治療しなくても、うん、静かにこうそのがんはあってもね、そんな大きならんからね、年取ったら、はいはい、急には。 だからそのまま静かに分からんままね、昔は死んでたかもしれない、うんうん、だからそれを昔は老衰って言ってたかもしれない。なるほどなるほど。でも今は、うん、科学技術が進んじゃったから見つけちゃって、うん、で強引な医療をして、はいはい、で結果的に免疫力低下して他の病気感染して死んだりとかいうパターンが増えてるんですよ。おなるほど。だから本来老衰と昔は扱われてたようなのも今見つけちゃってね、うんうん、病名がつくっていう場合も多いんですよ。ああなるほどなるほどなるほど。うん、だから、うん、まあその、うん、食が直結してるってわけでもないんだけど、はいはい、でも、食を変えていったら、いわゆるこう長寿村っていうとこなんかね、うん、すごく雑穀とか、はい、玄米とか穀物中心に食べてるとことか、はいはい、本当90歳100歳の人が農仕事やったりしてるんやからね。そうですよね。うんうん、だからいわゆるピンピンコロリで亡くなりになる可能性が高まるわけよ、やっぱり和食中心に食べていったらね。えそれがいいですよね。逆効果しで、うん、これからそれはものすごく大事になってくるよ、僕らの世代も。ですよね。うん、だって僕、まあ、うちね親の介護とかで今大変なんやけど、はは、じゃあできるだけ、うちだけじゃないよね、介護ってものすごい社会問題になってるよね。お金もいるし。そうですね。うん、誰かついとかなあかんねんからさ、うん、仕事できんようになるやん、うん、はいはいはい。だからなるべく僕らの世代もこう後にね、子供たち孫たちに迷惑かけないように、はい、だからピンピンコロって死ななあかんわけよ。うんうんうん、そうですね。うん、おっしゃる通りですね。だから体その、うん、生活習慣病にならんようにね、うんうんうん、そうなんですよ。そのためにやっぱりまずは食なんですよ。うん、ねえ、でもそれをね、食も、そうそう、理解してらっしゃらない方が結構っていうか、もうほとんどだと思うんですけれども。いや、そら仕方ないよ。うん、仕方ない。それは教育されてへんねんもん。っていうか、うん、まあね、まあ、政府グルメっていうか、うん、まあ、アメリカからね、の陰謀でそういうふうに、うん、知らされていないっていうか、だまされてるわけですからね。だって今給食かってね、ちょっとご飯使うとこも増えてきたけど、ご飯に牛乳とか出してんご飯に牛乳に菓子パンとかフルーツとかな、すごいですよね給食で。そうそう、うん、ほんで片っぽでは政府は食育運動を進めるとか言うてんやで。おかしいですよね、めちゃくちゃやん、うん、だから僕はまず大人から教育せなあかんな、まあ、大人の食育って言うてるね、うん、大人があまりにも知らなすぎて、うん、でそのひどい、うん、まあ、食事というかね、食べ物を子供にね食べさせてるわけで、まあ、切れやすい子供が増えるのも当然だし、うん、アレルギー体質とかね、アトピー体質の子供が増えるのも当然だし、うん、な、私自身がね、うん、そういった、うん、はいはい、子供の時からすごいアレルギー体質って病気薬やったんですよ、うん、まあ、僕はね、それ、うん、それはね、うん、ほんまほんまほんまなんですよ。筋肉関係ないですからね、それ体質はね。いや、王選手があって昔に小児喘息やったらしいですな。だってね、大阪市内の排気ガスの多いところでね、まあ、小さい頃から味の素をね、食べて、あ、言っちゃった。グルタミン。アミノ酸と、まあ、うまみ調味料にね、まみれたもの、うまみ調、はい、うん、たくさん食べてきた、まあ、知らず知らずの間ね、食べてきて。で、まあ、それと、まあ、僕がその母親のお腹にいた時、まあ、胎児だった時に母親のストレスとか、まあ、いろんなのもあるんだと思いますけれども、栄養不足とかね、うん、あれ聞こえる、うん、聞こえてる。でね、なんかそれでね、本当にね、病弱な幼少期だけでなくて、青年期も病弱で、でね、
丈夫になったんね、30過ぎてからなんですよ。うん、僕もそうなんです、うん、あ、本当に？僕も。あ、そうなんですか。僕、小さい頃ずっと小児喘息やって、秋になったら発作出るから、うん、あ、同じ同じ。運動会いつも、うん、いつも見学してたんです。見学なんですか。それひどいですね。うん、見学。運動会見学ってひどいですよ。ほんで、小学校の本ばっかり読んでる子やったんですよ。おお、当時から変わってたんですね。ほんで、そう、ほんで、まあ、勉強はできた方なんやけど、うん、授業中いらんことばっかり言うて、この授業を止めようとする。あ、先生に嫌われる、まあ、おちゃらけタイプの。今の。わかりますよ。そのまんまじゃないですか。ほんで、そのままや。うん。ほんで、担任の先生に中学入ったら運動せえ言われて、ほんで卓球始めた。ああ、卓球だったんですか。突っ込むとこよ。卓球かいや。なんで卓球サッカーとかちゃうの。でも空手やったんちゃうんですか。そうそう。いや、それ大学入ってから、ね。あ、大学なんですか。卓球から空手、うん、転校したんですか。いや、その間に野球もやってんの。おお、結構いろいろやってはるんですね。いや、だから、うん、うん、でも続かんだけどな。ダイエット TV 続いてはるんですか、ね、うん、あれやな、大学入ってからアトピーがひどなってな。うん、アトピーが。はいはい、アトピーに治ったの35ぐらいやる。ああ、そうなんですね。眉毛とかなかったの。眉毛ないんですか。なんでですの。じゃあもうひどかった。いや、もうさ、抜けるんよ、もう。もう顔真っ赤かや。すごいですね。それ、あれですか。せやから薬局、うん、まあ、でも食習慣とかの改善ですか。いや、食習慣の改善だけじゃそこまでいったらね、うん、追いつかん、うん、もちろんせんならんけど、だから漢方とかね、はいはいはい、あの免疫調整する薬とかで、あの病院あちこち行っても全然治らんし、ステロイドばっかりでひどなるばっかりやからね、はいはいはい、で、あのせっかく僕も薬剤師やねんから、自分で、でうち薬局やったから、うん、じゃあ自分で勉強して自分で直したん。おお。へえ、素晴らしい。すごいですね。それが僕が薬局をしようと思ったきっかけなんですよ。へえ。すごい。それまで政治家になろう思ってたからね。ああ、そう、議員秘書。あれですよね。ねえ、どうだったか、某議員さんの秘書をされてたんですよね。てか、自分で立候補したからね。おあれしたんですか。うん、市会議員に。マジで。じゃあ、演説したはったんですか。うん。今みたいな。千里中央とか。感じで、ミッチー先生のって感じでやってたんですか。あ、だから、当時、先駆けから出たからね。うんうんうん。先駆け。新党の先駆け、ね。あの頃、先駆けが一番ええな、うん、そう、知ってる？知ってますよ。じゃあ、今の、その、民主党の、前原さんとかね、うんうんうん、一緒にやってたの、高島屋の前で車の上乗ってすごいですね。当時も、うん、今みたいな調子でやってはったんですか。道先生なーっつって、大体とかできいや、まあ、ちゃんとスーツ着てね、うん、ちゃんと真面目やってたよ。へえ、あんまできへんからね。すごいですね。はい、ですね、番組開始から一応1時間経ちましてですね、いっぱい駆け込んでくれてる。今日もたくさんの皆様、ご視聴いただき、そして駆け込みを忘れてよ、はい、駆け込みたくさんございます。で、質問タイムを取りたいと思いますので、皆様は今の間にですね、はい、質問をたくさん書いていただきたいと思います。で、その皆様に質問を考えて、いただいている間でですね、コメントの方を紹介していただきたい、紹介していきたいと思います。はいはい、はい、ここから、どこでしょ、これ最初、あ、いやいや、ここから違う、もうそうな、切れないから、もう、はいはいはい、おいおい、夫婦で揉めんなよ、はい、はい、あのね、司会の言うこと聞かないんですよ、隣の人、司会は私だって言ってるのに、聞いてます、聞いてます、はい、ですね。ね、仲がいいほど部屋やらっていうからね、はい、まあそうなんですよ、まあ、それも意味があって、ね、結婚生活継続してるんですけれども、早言うてよ、はい、ね、
中野隊長はね、はいはい、植民地のことでね、あ、隊長、はい、はい、植民地の食は食べるで、ミンチはね、カタカナでミンチって書いてらっしゃいますね、うん、食べるうまい、はい、あ、ミンチを食べるから食ミンチか我々は食べるミンチ、さすが隊長、はい、素晴らしいですね、はい、座布団、はい、座布団1枚、座布団1枚、はい、はい、中野隊長、座布団1枚です。はい、次、アズマックスさん、給食もアメリカの思惑だったのってことですね。はい、そういうことでしたね、はい、そう、うん、そういうことです、うん、とんでもないですよね、はい、ですね、結構ね、あの視聴者さん同士で交流してくださってるんですけれども、うん、アズマックスさんがですね、動物を食べるってことは動物の感情を引きずるのか、なるほどってことを書いてらっしゃいますね、はい、まあ、まあ分からんけどねそれはでもそれで結構説得力ありますよね、物事を、ね、思考も含めて何でも波動ですからね、動物が殺される時の、ね、まあ、波動が持ってるかもしれませんよね、うん、殺された時の波動を受けちゃうんかもしれないですね、ですよね、はい、うん、分からんけど、はい、うん、ですね、京都のカオルさんですね、はい、ダイエットも何もかも、はい、全てはバランスが大切ということですねってことですね、うん、もう全部バランス、バランスですよね、陰と陽ね、ね、陰と陽って言いますか、ね、ですよね、うん、はい、うん、何これ。ねアズマックスさん、ミッチーの最初の歌で誰か止めてくれの叫びがまだ頭から離れないってことですね。誰か止めてくれ、最後までいきそうなってもだろねえ、誰か止めんとね終わらないですからね。あれ、最初ちゃんと映ってたの、どうなんでしょうね、なんか映ってなかったの、最初ね、最初ね音声は聞こえてたみたいですけど、ミッチー先生の踊りが途中からしか入ってないみたいですね。もう一回後で、あ、はい、後でもう一回ご披露いただければ、はい、嬉しいです。ゆっこさんがキョンキョンもやってほしいって書いていましたよ。ゆっこさんがキョンキョンやってくれて、あのミッチー先生キョンキョンできるんですか。キョンキョンの替え歌かな。いや、やったことない。キョンキョンの替え歌、いや、ないよ。学園天国キョンキョン、え、イエーイインスピレーション降りてきました。お、はい、小町さんです。はい、小町さん、ミッチー先生のリタの悟りがっていうふうに書いてらっしゃいます。リタの心ですね。リタの悟り、素晴らしすぎる。あ、リタの心ね、はい、はい、素晴らしすぎるっていうコメントですね。そうですね、はい、だからまあ生かされてるんやから、僕らはだからやっぱ役立つことしていかないとね、はい、うん、すごいね、僕もリタの心っていうのはすごい最近好きでですね、まあ、せっかく生まれてきたからにはですね、うん、まあ、生まれてきたからにはというより、あの人の役に立つために、人に喜んでもらうために生まれてきたっていうふうに最近は思えるようになったので、リタの精神でですね、うん、残りの人生生きていきたいなっていうふうに思っています、うん、しやけどね、あれ、リタにはね、もう一つ先があってね。リタには先がある、はいはい、どうぞ。ジリリタっていうんです。ジリリタ、いや、ジリリタは聞いたこと、ジリってどんな字書くんですか。自分の字に、その利益の利ね、うん、ジリリタ、はい、自分に利益があって人のた、はい、リタは、まあ、人のため、うん、人のためっていう感じでしょ、うんうんうん、ところが本当はもっと広く考えると、うん、自分も他人も区別ないんですよ。ほう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 、区別がない。あ、ワンネスだ、うん、ワンネスの世界か。うん、はだからみんなもうつながってるんよね。おお、なるほどなるほど。だから自分のためのことを一生懸命やるっていうことは、うん、結果的に人のためにもなるんですよっていう意味もある。おお、なるほどなるほど、そうですね。だから人のためっていうんじゃなくて、自分のためも一生懸命やることも結果的には同じように人のためになるんですよっていうこと。そうですね、うん、僕が思ってたのはやっぱり自分が病んでたらね、人のためにもなれない、人をハッピーにできないので、自分が心身ともに健全でないといけないっていうふうにいつも思ってて、まず自分から、ハッピーっていうか健全なね、肉体と健全な精神を持とうっていうふうに今、うん、やってるところですね、うん、じゃあまあ人類みんな兄弟っていうことだよね。ですよね、はい、うん、はい、なんかありましたけどね、昔そういうコマーシャル、はい、うん、はい、ですね、アズバックスさん、食って、
食って身体の健康だけではなくて心の健康にもすんごい影響があるんだね。あんまり考えたことなかったってことですね。そう、はい、あるんですよこれが、うん、ですよね。心ね、絶対関係ありますよね。だから僕は最近思うのは多分心も物質じゃないかなと思ってます。おお、うん、ねえ、心ももしかしたら顕微鏡で見えるかもしれない。うん、だから体と心とか分けて考えるけど、これ突き詰めたら、あの体の心っていうのは一部であって、はいはい、で体の一部であるっていうことは物質である、うんうんね、で物質っていうのは原料がいるから、はいはい、だからやっぱり食が心を作るっていうのはこれは間違ってないんですよ。そうですよね、まあ、絶対そうだと思いますね。だと思います、はい、そうなんですよ、うん、僕も思考は波動っていうふうに思ってて、絶対に思考、うん、もう波動っていうのは絶対物質から、うん、あの出てくるから、あの物質だと思いますね、うん、はい、うん、物質なんですよ。だから、うん、物質作るのは食ですもんね、うん、そうそうそう、だから物質で急にできないから、ね、あの何か材料がいるわけね、うん、空気からできないですからね。ですよね、うん、じゃあ次コメントですね。小鉢さん、おお、すごいこと書いてらっしゃいます。日本の三大シーンは作られた数字ですからね。作られた、え、はい、そうなんだ、作られた数字ですっていうことを、書いてらっしゃいます。日本の三大シーン、まあ、小鉢ちょっと、はい、うん、1位ががんで2位が心臓病でしたっけ。うん、で脳ね、あとはいはい、3番の脳血管疾患、うんうん、なるほどね、はい、うん、ですよね。アメリカこれ1位と2位が反対なんですよね。アメリカ心臓病が、アメリカちょっとがん減ってきてるらしいね。あ、そうなんですか、うん、心臓病がでも多いんですよね、うん、やっぱりね、うん、やっぱり肉でしょ、肉と砂糖、うん、ですよね、肉、砂糖、油な、です、油ですね、うん、はい、乳製品とな、ね、うん。もう乳製品、小鉢はね、いろんなこと知ってるからね、ね、なんか知ってるんやろ。陰謀論も詳しそうですよね。陰謀とか得意そうやね、小鉢。ね、はい。ですね、ピンピンコロリーっていうことをですね、皆さん書いてらっしゃいますね。それがいいなっていうことを書いてらっしゃいます。中野大将は、アトピーが治った、驚きってことを書いてらっしゃいます。アトピー治りました、ちゃんと。素晴らしいですね。いや、それは僕、カレーライスね、うん、あの、食べれなかったからね。あ、そうなんですか。スパイス、最初ね、あ、そっかそっか、結構言いますよね。刺激物は、なんか、皮膚に悪いって言いますよね。そうそうそう。うん。うん、あの、僕、最初、製薬会社勤めたんやけどね。はい。今のグラクソスミスクラインって言われる世界一の製薬会社勤めてたんやけど、本当に、まあ、そこで、いや、何したはったんですか。その子会社やけどね。いや、営業マンやけど、営業マン、まあ、その子会社やけど、はいはい、で、近所にね、そう、行列のできるカレー屋さんがあったんですよ。はいはいはい、うん、で、いつも月曜日ミーティングがあってね、会社の、はあはあ、で、ミーティング、午前中終わった後、昼にみんなでそこ行くんですよ。はい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 。それが辛くてね。ああ。何注文したんですか？だから、食べない、いや、カレー食べたよ。食べたけど、もう顔真っ赤かなの。うわぁ、そのスパイス、辛いから。うん。汗ばー出てきて、もう皮膚真っ赤かなるから、もうハンカチで押さえてして。俺も一人だけ行かんわけにいかんからね。だから、治ったら絶対カレー食べるぞとか思ってさ。はいはいはい、はい、うん。で、最近、よう食べてますよ。今、へっちゃらですか。うん。へっちゃらなんやけどね、これがまだおかしい話で、はい、ちょっと今日触れなかったんやけど、断食繰り返してたら思考が変わってくるんですよ。やっぱり。うん、舌のね、味蕾っていう味を、感じる細胞があるんだけど、はい、これが、添加物でやられるみたいね。でしょ？絶対そうですよね。いや、でしょって急に言われる。いや、もう添加物のことを、また最近ずっと、番組とかね、自分のブログで書いてるんですけれども。あんと。はい。これがね、
その添加物は無害だって、まあ、その添加物業界とか、まあ、食品業界とか言ってるわけですけれども、そんなはずないやろっていうのがね、僕の考えで。無害のはずない。そう、化学物質全部有害。そう、そう、そう、うん、でしょ。で現実でお薬も有、うん、そう、現実で自分で食べて有害だからすごいなんか異変を感じるからね。で一応、いやだから味も感じるんですよ、うん、あの無臭無味なはずの添加物の味感じるんですよ。で必ずね、なんか、気分が悪くなるので絶対に有害なはずなんですよね、うんうん、でそれをね、例えばすでに有害なんですね、それでね、某うまみ調味料ですけれども、あれはね、うん、もうほとんどもう 100% に近い加工食品と、うん、まあ、ほとんど全てのレストランがもう使いまくってるわけですけどね、それをみんな美味しいおいしい、うん、食べとるわけじゃないですか、うん、そうそう、グルタミンさんね、うまみ調味料、うん、であれを使わないと、うん、あるいはあれをちょっと減らして使うと、うん、お客さんの反応も悪いから、うん、ずっと入れまくる、永遠に入れ続けるんですよね。でこれを早くね、そのみんな、その一般消費者が気づいてほしいなっていうふうに思うわけですよ。特にね、あれを使わないとよっぽどすごい言い出しとらん限りね、もう最初のインパクトがすごい弱いからね、うん、それだけでお客さんは、あ、この店あかんわとかね、うんうん、この商品あかんわっていうレッテル貼っちゃうんで、それでね、もう悪のっていうか悪循環、うん、負のスパイラルですよね、うんうん、はい、だからね、もうみんなね、未来がやられてるんですよ。下の未来細胞が。未来がやられてるんだ。ちょっと悲しい話になってしまう。それ断食繰り返してきたらね、うん、未来が治るんですよ。お、素晴らしい。未来が明るくなって。あれですね、じゃあ本来の味覚が戻るんですよ、ね。戻ってくる、うん。ですよね。だと思いますね。うん、だから、その、近所のね、美味しいカレー屋さんね、うん、行列ができるカレー屋さん、近所にもできたんだけど、はいはいはい、そこ、美味しかったんがね、食べれなくなったんよ、うん、最近。キリキリして。あれでしょ、うん、その、うん、某調味料が入って。ほんで、汗だら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 出てね、ボト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 汗落ちるんよ。カレーも結構ね、ああいうの入れてますからね。はい。そうなんですよ、うん。はい。あ、質問あるよ。はい。じゃあ質問がここに、うん、はい、投稿されておりますので、読みますから、うん、ね、回答の方お願いしたいと思います、はい、サンディエゴのエツコさんからです、はい、質問です。最近ふとしたきっかけで、はい、ローフードについて調べているのですが、ミッチー先生はローフードという生き方についてはどう思いますか、うん、ローフードとは加熱していないもの、はいはい、野菜とか、果物中心の食生活ということで、これアメリカで結構ね今流行ってて、うん、まあ結構最先端というかね、今これが一番いいんじゃないかっていうふうに言われて、うんうん、結構ねこういう、うん、考え方とお店がねできつつありますけれども、うん、僕はちょっと懐疑的なんですが、うん、はい、ミッチー先生どうでしょうか。はいはいはい、だからローフードっていうのは、はい、1985年ぐらいに、うんうん、なんとかハウエルさんっていう人がね、はははまあ、酵素栄養学っていうのをこう提唱してから広まってきた概念なんですけどね、はいはいはい、生のものには酵素が含まれるから、うん、それを酵素を取ることは体にいいですよっていう概念で、うんうん、はい、で日本には1998年に、うんうん、新谷博美さんね、お医者さんの、はははあの胃腸は語るっていう本出してベストセラーになって、はい、で、それでこう日本にもそのローフードっていう、うん、まあ、酵素ね、酵素栄養学ね、はい、でそれに続いてそのローフードっていう概念がすごく、うん、広がったんだけど、はい、一つは、うん、これはねバランスを欠いた考え方なんですよ。お、バランスが欠けてますか。バランスを、はい、うん、欠けてるんですね、実は、はいはい、と言いますのはこの、うん、さっきちょっと陰陽っていう話しましたね。ですね、はいはい、陰陽、うん、陰陽ですね、はい、で欧米人はやっぱり肉とかその陽性のものすごく食べるから、うん、体には良くないんだけど、うん、こう熱っぽいよね、陽性で体ごついし、あ、だから白人ね体感温度高いんですよ、うん、え、体感温度ね、アメリカ人特に白人はね、うん、体感温度が高いんですよ、うん、
だから日本でも、日本でもね、夏あの過剰冷房で寒いっていうことあると思いますけど、アメリカってね、うんうん、あれの日じゃないぐらい、うん、とんでもなく冷房ガンガンに効かしてるんですよ。ほんでまだ暑いって言ってるんですよ。で我々だって、うん、アメリカの、うん、日本人の女の人とかね、日本人の女の人とかもう寒いってたまらんぐらいのね、そのぐらいのね温度にするんですよ。そうそう、で冬でもね、アメリカ人の白人はね、うん、セーター着ないんですよ。うん、あのセーター着てる白人、半袖やもんね、もセーター着てる白人見たことないですね、うん、まあ、もちろんね南カリフォルニアあったかいことはあったかいんですけど、うん、でもね黒人はセーター着てるんですよ、やっぱり、うん、黒人はセーターの上にさらに あのジャケット着てマフラー巻いてあの毛糸の帽子かぶってるんですよ、うん、黒人は割と体感温度が低いみたい で白人は体感温度が高くて、うん、まあ、うん、真冬でも T シャツの白人も多いし、厚着してる白人見たことない、ナンバーな、うん、ねえ、うん、うん、ナンバー行っても冬でも半袖着とるもんね。視聴者の皆さん、ナンバーというのはですね、大阪の繁華街のことですか。はい。はい。そ、う、や、ん、からね、要するに、向こうは陽性の人が多いんですよ。はいはいはい。体質的にね、陽性体質。だから、冷えがあんまりないんですよ。はい。なるほど。冷えがね。はい。で、日本人っていうのは割と、うん、特に女性なんか陰性体質で、冷え体質の人が多いんですよ。はいはい。で、ローフードっていうのは、うん、確かに酵素とかビタミン、ミネラルとか、まあ生きた成分もね、うん、取れるからいいんだけど、その一方で体を冷やしちゃうっていう性格があるんですよ。はい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 。だから、その陽性体質の人が食べるにはすごくいいんだけど、日本で陰性体質の特に女性が食べたら、体冷やしすぎて、で、かえって体調を崩すこともあるんです。なるほど。うん、だこれもバランスなんよね。だからですね。だから日本でそれは取るローフードするのはいいけど、やりすぎたらかえってバランス崩して、うんうん、体冷やしてしまいますよっていうこと、ローフード。でどうなんですか、その悪くはないけれども、ずっとこればっかり食べると良くないってことですか。そうそう、だから女の人で冷え性の人なんかやったら余計悪化するよ。そっか、じゃあね、え女の人で冷え性の人は避けた方がいいってことですね。うん。うん、いや、まあ、完全に避けなくてもいいけどね。例えば それとね、南方のフルーツなんかも体冷やすためのものだ、ね、うん、よく言いますよね。フルーツ。うん。で、だから、バナナダイエットなんかも流行った時も、冷やして体調崩した人もいるんだけど、方法としては、例えばまず夜は避けることね。寝る前ですからね。夜は気温下がってるから。うん、そうですよね。うんうん。うん、で、まあ、朝か、日の照ってる時と、で、うん、温かいものと一緒に食べるんですよ。おお。だから、温かいスープと一緒に食べるとかね。はいはい。なるほど。そういうことしたら、こう、中和されるからね。あ、その、陰性の、陰性が、中和されてマシになるの。ああ、うん。あれですね。だから、陰陽ってそういう、うんうん、夜にバナナの入ったチョコレートパフェなんて最悪です。最悪、うん、最悪、うん、そして砂糖と乳製品まで入ってるからね。火の打ちどころがないぐらい最悪ですよね。うん、だって冬にアイスクリーム食べる女の子多いやん。多いですね。こっちも多いですよね。はい。うん、それはめちゃくちゃなんやけど。うんうん、はい、だからまあ楽しみなんやろかさ、完全にやめられへんやろけど、そういう知識は持ってほしい。そういうことですね。はい。悦子さんですね。じゃあ、ローフードもやりすぎは、はい、うん、ローフードもやりすぎは良くないってことですね。はい。はい、まあ、そうだと思います、ね、こともあるってことね。だから陽性体質の人やったらどんどんやってもらったらいいけど、うん、陰性体質の人は気をつけましょうっていうことね。まあ、体質ですよね。あと、なんていうか、国によって、なんか考え方が違うっていうのもあって、よく言われるのがね、風邪で熱出した時の、対処法がね、日本とアメリカ違うんですよね。熱出した時ね、日本人だったらこうね、暖かくして、まあ布団にくるまって、で頭は冷やして寝るじゃないですか。アメリカはね、全部冷やさないといけないですよ。ええアメリカは全部冷やすんですよ。体全部冷やすんですよ。まあさすがにね。だから陽性やから。うん、体にその氷を置くわけにいかないんですけれども、
そう、水の冷水シャワー浴びろとかね。あとね、寝てる時も布団かぶっちゃダメって言うんですよ。もうできるだけ薄いパジャマで、風通しの良いところで寝ろって言うんですよ。あ、そしたらそれ日本人に言ってるの間違ってね。でね、僕ね、インフルエンザで誰かに移されてね、お店のスタッフに移されて、で40度熱が出てね、はいはい、40度熱が出て、救急病院に行ったんですよ。で救急病院に行ったらね、あ、熱40度あるなってことで、ベッドで寝かされたんですけどね、布団くれないんですよ。うん、で、なんか薄いね、病院の、患者着みたいなね、もうペラペラのやつだけ着せられて、うん、で、ずっと放置されてたんですよ、ベッドの上でね。で、うん、で、なんか寒気するじゃないですか、高熱で出たら。うん、もうなんかすっごい寒くて寒くて、うん、体中ブルブル震えててね。で、嫁さん来たから、嫁さんがなんか、ジャンパー持ってきてて、でなんかその辺にあったタオルとかをね、なんか かぶってたんですよ。うん、そしたら看護師がそれ見つけて、お前何やってんだ、そんなことしたら熱出ていかねえじゃねえかとかって全部取られたんですよ。うんうん、こっちブル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 震えてんのに。で、これはね、そうお前治療法間違ってんじゃねえかとか思ってね、うん、アメリカ人はこれが常識なのかっていう感じでしたね。じゃあさっきのローフードの話と一緒なんよ。そうそうね、今それ聞いてそれを思い浮かべた。じゃあ向こうは体温た体温で体がね陽性だから冷やしたらええの、向こうの人は、ね、日本人はまあアキラさんは日本人でも陽性の方やろうけど、ね、そのその筋肉で消えないように。いや、あんた筋肉で熱発生するよ、うん、いや、うん、大体の日本人ちょっと陰性タイプが多いから温めた方がいいん、ね、なるほどね、ですよね。だからそれが陰陽のバランスやん。でそこを知らなあかん、これは東洋の考え方で、はいはい、欧米はそういう考え方ないんよ。あ、困ったもんですね。日本の医療っていうのは、その欧米の西洋医学持ってきてるでしょ、日本の医療っていうのは。ね、だから病名に、その冷え性も肩こりもないんよ。ところが漢方ではそういうのものすごい重視するんよ。なるほど、なるほど。うん、だから、結局食もね、うん、はいはい、その土地のもん食べるのが一番いいっていうんだけど、うん、医療ももちろんその土地の伝統医療っていうのも大事にすべきなの。なるほど、そうですよね。あ、なんか今日で僕が提唱してる酵素断食っていうのはこれ日本の伝統医療ですからね。ねえ、ですよね。やっぱりその人ね、その人その民族に合った、うん、ねえ、合ったその食生活と、うん、まあ病気になった時の治療法ってことだと思いますね。そうそう、はい、うん、はい、悦子さんお分かりになられたでしょうか。はい、悦子さんも、あきらさんも懐疑的なのも同様の理由ですか。はい、そうですね。僕が懐疑的な理由もそこですね。生野菜ばっかり食べてて、そんないいことはないだろうなっていう、まあ僕はそのミッチー先生ほど専門的な知識から、まあ、疑ってたわけではなくて、僕の場合はまあ直感で、まあ、ローフードが一番いいっていうことではないだろうなっていうふうに、まあ、思っていました。はい。はい、ですね、アズマックスさんが、今日のような大切な話はなぜ学校教育でやらないの？学校がやらないなら、医者や薬剤師、栄養士等、知識のある人がなぜやろうとしないのってことですが、はい、これは、僕、薬剤師ね。はい。あれですよね、もちろん政策的なことと、あと、まあ、いろんな、ですね、しがらみがあってなかなかこういうことを声に大にして言えないってことも、うん、業界の力やん、全部業界の力やん。業界ですよね、はい、そういうことです、うん、だから結局これほんまみんなやったらやな、いっぱい潰れるわけやん。その牛乳の業界やら肉の業界やら砂糖の業界、いっぱい潰れるわけやん。そうなんです、はい、だからそれが怖いからみんな政治家に献金して、で政治がそっちに行かんようにしてるわけやん。そうなんですよね。はい。そういうことです。だけど、うん、今はその SNS っていうのがあるから、そうですよね、知ってる人がどんどん発信していったらいい、うん。だからすごいね、僕が今、この SNS、いわゆるソーシャルメディア、これがですね、いいなと思うのは、うん、
ね、個人が今まで発表する場がなかったんだけれども、今、うん、自分のチャンネル持ってどん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 情報を発信できるってことですよね。あのもちろんメディアっていうのが、うん、まあ、新聞とかテレビとか雑誌っていうのはみんなスポンサーがいなきゃ成立しない、ね、ジャンルであって、彼らがどういう情報を流すかというとスポンサーの意に沿った情報を流すわけですよね、うん、だから本当のことを不都合な真実を書けない、報道できないっていうのが今まであったんですが、それを我々一般の人たちはこのソーシャルメディアが登場する前まで、指をくわえて見てるしかない、あるいは、もう全く正しいことを知らないままその情報を鵜呑みにするしかなかったんですけれども、今この時代になってね、いろんな情報をね、あの知ろうと思ったら知ることができるので、すごいいい世の中になっていくんじゃないかなっていう気が僕はしています。そうだね、うん、だから気づいた人がどんどん言うていったらいいん、はい、なので今日気づいたことがあればですね、どんどんシェアしていただきたいなっていうふうに思います。ね、はい、はい、ですね、他にですね、カオルさんがですね、やっぱり食もバランスが重要ですね、自分の体生活と相談してっていうふうに書いてらっしゃいます。そう、その通りですね、はい、バランスですよね。京子さん、バランスの法則、はい、バランスの法則ですよね。え、誰誰、はい、あの京子さんって方ですね、こちらの方なんですが、確かにこち、うん、こんにちは、はい、うん、こちらが肌寒いと思っているのに、うん、タンクトップで冷たい飲み物を飲みながら過ごしている人をよく見ますよねってことですそうでしょ、うん、そうなんですよ、だから違うよ体質が、はい、そうなんですね、違うのにみんなそのアメリカ良い国強い国っていうことで、ね、アメリカの真似するからやね、どっかにやっぱり歪みが出てきてるんですよね、はい、中野隊長は、食は文化で知識じゃないっていうふうに書いてらっしゃいますが、その通りね、文化ですよね、うん、はい、食文化、うん、ですよね、食文化、まあ、正しい食文化を継承していくってことですよね。だから食文化っていうのは、だから昔の人はいろんなもの食べたと思うんですよ、その穀物買ってね、うん、あのその主食になるほど最初から取れてたわけじゃないからね、うん、お米も、そうですよね、うん、でいろんなもん食べる中で体に合ったものが残ってきたっていうことなんですよ。そのはずですよね、そうですよね、あったものがね、これが食文化なんですよ。素晴らしい。だからあの、まあ、バランスっていう話をずっとしてきたけど、はいはい、その、栄養学でいうバランスっていうのは、例えば三大栄養素ね、はい、脂質、糖質、タンパク質、はい、でプラスビタミン、ミネラル、はい、5大栄養素、はい、それをバランスよく取りましょうっていうのがその今の現代栄養学の考え方なんですよ、はい、だから結局あれも取らなあかん、これも取らなあかんっていうことで、だから以前まで厚生労働省も30品目、まあ、1日食べろって言ってましたよねめちゃくちゃなん、絶対で一方でメタボになったらあかんやんで30品目食べろって絶対メタボになるやん、30品目食べたら、うん、一口ずつしか食べれない、そういうバランス、うん、そういうね、うん、バランスじゃなく、そういうバランスじゃなくて伝統的なもので我々まあ、日本人やったら日本人ずっと生きてきたんやから伝統的なものを食べたらそれでバランスが取れてるんですよ。そのはずなんですよね、うん、はい、だから食文化っていうのも本当大事にすべきね、大事におっしゃる通り、うん、おっしゃる通りだと思います。だから知識としてそのビタミンやミネラルやうんぬん言うんじゃなくて昔からこう文化として続いているものを継承したら健康でいられる確率が高まるんですよ。そうですよね、先人の知恵ですよね、うん、そう、はい、先人の知恵っていうかその中でいっぱい死んでいったと思うんですよだからそうでしょ、そのナマコ食べるって最初が食べますか、ナマコなんか。いやもう前から思ってましたね、タコとかね最初に食べた人すごいなっていつも思うんですけれども、うんうん、だからみんないろんなもん食べてやね、中にはなくなったりとかで体調壊したりとかいろんなことがある中で合うものが残ってきたんですよ。ですよね、うん、それが伝統食やから、うん、その食文化っていうものは継承するのは自分のためなんですよ、家族のためなんですよ、社会のためなんですよ、ね、で人類のためですよね
あ、そうそう、うん、はい、社会人類の、ありがとうございます。まあそうですよね、世界平和が実現するにはですね、まず家庭の輪からだと思いますよね。家庭の輪っていうことはご自分とご家族の健康ってことだと思いますのでね、ぜひぜひ素晴らしい食文化をですね、うん、継承していただきたいと思います。はい、他にもまだ書き込みがございます。アメリカにお住まいのザップさんですね。息子さんのはじめくんがですね、入院されてるんですが、今日は熱が出ているんですけれども、確かに見るからに寒そうな格好をさせられてますよっていうふうに書いてらっしゃいます。かぶった方がいいんですか？いや、当然日本人だから温めた方がいいと思いますけれども、はい、うん、ですね、温めて汗出たら拭いてあげることね。はい、汗出たら拭いてあげないと、ま、だ今度汗ほったらかしにしてたら冷えるからね。はい、うん、はい、汗が出たら拭いてあげて、パジャマがね、濡れたらもうそれも着替えた方がいいですよね。そうそうそう、ね、うん、はい、ですね、中野隊長、おふくろやおばあちゃんから季節季節に食べるものを教わってきて、そういったものを守っていくことが大切だと思います。若干うちは食べ過ぎですけどっていうことですね。そこがね、はい、そこがちょっと、うん、ね、ただ量の問題もありますからね。そうですね。よく噛んで、ね、よく噛んで腹八分目ですよね。そうそうそう。うん、ね、あれ、満腹中枢がね、後から働いてくるんですよね。え、満腹中枢が後から働いてくるんですよね。そうそう、10分後ぐらい、ね。ね、早食いだったらね、満腹中枢が働く前に、もうどん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 食べちゃって、うん、胃が本当に満腹になるまで食べちゃうっていう。うん、ことをやっちゃうんですけれども、あれゆっくり、あのね、あのよく噛んでゆっくり食べると、満腹中枢が後で働いてきて、うん、腹8分目でも十分満足できるっていうことですよね。うん、できる、うん、ね。で、あと、あの小食のポイントとしましてね、あの食事の量を減らすほど質を意識しないといけないですよ。うんうんうん、ですよね。わかります？栄養取らんといけないですからね。例えば、うん、うん、あの例えば女性、若い女性なんかで多いパターンが、あのダイエットのため食事の量を減らして、であとお菓子食べてるのがおるんとかね、なんか菓子パン1個食事代わりにするとかね。うん、あれ良くないですよね。だけどそれやったらね、良くないどころかかえって燃えないんですよね。え、燃えない、燃えるために、あのやっぱりビタミンミネラルとか必要なんですよ。細かい微量栄養素っていうのがね。若い時そうしてた、うん、だから食事の量うん、してたの、かっちゃんも。うん、でもね、この人ね、帰って燃えない。あれですよ、結婚して、で、僕と同じ食生活を強要されて、そう、最初の3ヶ月で2キロ痩せた、うん、?2 ヶ月で3キロ痩せた、うんうんうん、そんなんだよね。だから別に普通に食べてても、うん、僕と同じ食生活にしたら、それだけで2キロか3キロ痩せたんですよ。だからいかにそれまで、それがダイエット、そう、うん、いかにそれまでむちゃくちゃな食生活だったかってことなんですけどね。はい、はい、ですね、カオルさんがね、今日はとても楽しい、勉強になりました。またこんなコラボ企画をよろしくお願いしますってことですね。はい、ありがとうございます。はい、カオルさんはこの後あれですよね、ビチ先生のダイエット TV ですよね。はい、中野大長は、はい、中野大長は大阪とカリフォルニアでやり取りしていることを忘れていました。聞き入っていますということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、中野大長、腹 150% になってますよって書いてらっしゃいますね。いや、それはダメですね。ちょっと まだ大長、高層断食ですよ。断食してください。まだ、してください。断食です。はい。はい、先ほどのね、調節線と、はい、ザップさんですね、汗をかいたら着替える、どうもありがとうございますってことですね。はい、ねえ、その風邪のね時の対処法が違うっていうのはもう困ったもんですよね。いや、だからもう全てそうよ、あの体質が違うんだからね。え、うん、そこを考慮してないのに、うん、そのアメリカ医学を日本に持ち込んだっていうのはやっぱり根本的に間違いがあるんよ。ねえ。うん、なんであれですか、その江戸時代っていうか、まあ、あの明治になってからですね、あのそれまでの伝統医学をやってたお医者さんは、うん、あの西洋医学に変わっちゃったんですか？
じゃあそこがね、日本のね、なんか、よく言えば順応性が高いね。悪く言えば、なんか変わり身が早いというか、だから、仏教もね、廃仏毀釈やったっけ、はい、明治仏教なんかも一遍、はい、うん、ですよね。そう、だからあの頃も伝統的なその絵画とか仏像とかいっぱい焼いちゃったんでしょ、うん、そうですね、はい。で、一部アメリカの人がこう持って帰って、で、アメリカの博物館に飾られてるとかいう話も聞いたりしましたけど、さ、日本人ってなんか冷たいというか、こうやって変えちゃうとかあるんよね。なんか流行に、うん、弱いんじゃないですか、うん、その新しいものにすぐ飛びつくっていうところがあるんじゃないですか。そう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 。うん。ねえ。だから、保守的な部分もあるんだけど、変わるときはね、なんか平気で変わるんよね。ねえ。すごいですね。根本がないんじゃん。うん、面白い。だからこれはね、うん、多分思うんだけど、うん、僕はこの日本人の性格っていうのは、この日本語とね、はいはい、米作りから来てると思うんです。おー、うん、まあ、日本語の話だ、うん、まだ長なるか置いとくけど、米作りっていうのは、これはもうイザヤ・ベンダさん の、 あの日本人と、ユダヤ人っていうね本に載ってたんだけど、はいはい、あの隣百姓の法則っていうのがあるんです。隣百姓の論理、うんうん、わかります。はいはい、隣百姓の論理聞いたことある。いや、それは初めて聞きましたね。何でしょう、初めて聞いた、うん、はい。だからさっき言うたように日本でこう延々と米作りをして、あ、すいません、いいですか、お米を中心にできてた社会ね、うん、隣百姓じゃないですか、隣が田植えを始めたからそろそろ牛も始めるかとか、うん、そういうことですか。そう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 、うん、あ、そういうこと。なるほどなるほど。だから横だけ見てね、横の真似したら生きていけたんですよ。うん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 、なるほど。そういう生活が、ほんで隣がた稲刈り始めたからうちも始めたらええっていうね、うんうんうん、だからそういうので横の真似したら自分は主体性に考えなくても横の真似したら生きていけるっていうのがずっと続いてきたんですよ。なるほど。日本の社会っていうのは。なるほどなるほど、うん、だからでも真似得意ですよね、うん、日本は。え、真似するの得意ですよね。よく日本人は発明できひんけど、うん、発展させるのはうまいとか言って外国から入ってきたものを改良して、それを世界一の品質に仕上げるのはすごい才能があるってよく言いますよね。うん、だからパッて外国の真似しちゃったんよね。みたいですね。うん、だからそれは悲しいことやね。そうですね。うん、だから漢方なんかも迫害されたんよ、一時期。ああ、そうなんですか。うん、古い遅れてる言われて。ミッチー先生、今でも迫害されてるんちゃうんですか。うん、そうやん、迫害かなりされてるけど本人はあんまり気にしてないんで。大丈夫、うん、気にしとったらやってられませんよね。そうそうそう、うん、僕は好きなように生きてるんで、うん、ねえ、ダイエット TV やってありますからね。うん、はい、そう、だからまあやっぱり古きね、大切ないいものはやっぱり残していかないといけないから、まあ、気づいた人がね、はい、まあ、昔一時的に失われたものもやっぱりいいものはまたね後世に伝えていくっていうことはやっぱりすべきやと僕は思うんですね。全くおっしゃる通りだと思いますね。はいはい、ですね、番組が始まってからすごい、なんと1時間40分が経過いたしました。まあ、ほとんどミッチー先生がお話になってるんですけど。そんなことない。そんなことない。全然。生テレビみたいな。もう、アメリカはですね、今、午後11時42分なんですけどね、このままでいくと朝まで、ほんま、うん、朝まで生テレビになりそうなんですけど。生テレビ。田原総一郎。このまま喋り続けて、ダイエット TV まで突入するっていうような勢いですけれども、ちょっとアメリカの視聴者の方が大変なので、ですね、そろそろ質問がなければですね、はい、ミッチー先生の替え歌が聞けるのではないかなっていう、エンディングはミッチー先生の替え歌かなっていう気がする。ここからやんの、はい、コバッチさんがね、何やる？アキラテレビ最長記録って書いてらっしゃいますが、本当最長、1時間40分は多分最長記録だと思いますけど、ね、ほら、ヒロさん宇宙テレビやった時結構長かったね、長かったよ、2時間、
ザップさんのね、はい、あの宇宙テレビっていう名前やったことあるんですけど、宇宙あ見た見た、はいはい、あのあれはですね、宇宙開発の第一人者の方に来ていただきまして、あれは2時間以上だったんですけどね、うんうん、まあ、あれはあの時は隣に実際にいらっしゃって隣にいらっしゃる方とトークしてたので、それは続くんですけど、こんなスカイプでですね、よくずっと喋ってられるなっていうふうに感心しとるわけなんですけど、ほっといたらね、これダイエット TV の時間まで喋ってそうですよね。中野さんがあの2時間ぐらい大丈夫だって、ね、あと中野大将は2時間大丈夫って、あと2時間大丈夫って書いてらっしゃいますけど、いや僕も大丈夫だけどね、あ本当に今日は大丈夫ね、アメリカの方見てくださるのかな。はい。ですね。では視聴者の皆様ですね。あのミッチー先生に何の替え歌を歌ってほしいかというね、リクエストを書いていただければですね、ミッチー先生答えてくださると思いますので。あのミッチー先生、あのスタンバイされてる時、あの僕の歌聞いてはりました。あ、さっき中野さんが YouTube にアップ、聞いてない、中野さん YouTube にアップした、え、中野さん YouTube にアップした、アップしたって書いてたよ多分、え、困るじゃないですか、あんなアップしたら、あるある、これやばい、え、なれうどだ、いや、あのね、うん、あれですやん、安全地帯の恋の予感の替え歌で、うん、作詞作曲ミッチー先生の、いやいや、作詞作曲ミッチー先生の糖尿の予感を、うん、谷村新司のものまねでやったんですよ。ややこしいの。はい。あれはね、まだ本番前なので、ね、うん、はい、YouTube ね、よかったんですけど。非公開になってますね。はい。うん、何を行こうかな。ですね、アメリカの、オリさんって方が、はい、オリタさんですね、書いてらっしゃいます、うん、文化的背景なども理解しないと本質はわからないですよね、ソフトウェアの開発手法もそうです、オリタさんはね、ソフトウェア開発されてるんですけれども、うん、ソフトウェアの開発なんかでも文化的背景っていうのを理解しないとわからないってことですね、はい、うん、そうですよ、だからまあ、うん、結局僕らそのまあ、伝統のね、こう昔の人のね、何人もの積み重ねの上に生きてるっていうことなんですよ。そうなんですよね。僕らだけで生きてるんじゃないんですよ。僕らが生きてる前にはもうたくさんの人のいろんな経験があって、それで僕ら生かしてもらってるんですよね。おっしゃる通りですよね。だから今の科学っていうのはすごく科学が進んじゃったから、うん、その昔のね、培ってきた大切なものを無視して自分らの方が偉いんやっていう、こう傲慢さが出てきてるよね。おお、なるほどなるほど、そうですよね、うん、うん、だから科学はこれ傲慢病ですよ、うん、なるほど、おっしゃる通りですね、本当に傲慢ですよね、うん、実はマクロビオティックにもこう傲慢病っていう言葉があって。ああ、そうなんですか。で、そう。一番治りにくい病気は傲慢病って言われてる。へえ、なるほど。それは治りにくいですよ。うん、それこそ、高度断食から始めないと治んないじゃないですかね。え？高度断食しないと治らないですよ。そう、だから高層断食大事なんです。そうですよね。だから漢方ではね、その病気治しは人治しっていうのよ。おお、そうなんですね。素晴らしい。うん。だから結局人を治さないとね、根本的に治らないよ、病気っていうのは。あ、すごい。そうですよね。うん。おっしゃる通り。うん、だから今西洋医学っていうのはそれを科学の力で解決しようっていう医学でしょ。うんうん。血圧がなんぼなるから血圧下げる薬を使って、はいはい、で、正常な範囲に来ましたね、OK ですっていう考え方でしょ。そうなんですよね、対症療法ですよね、うん、うん、対症療法で辻褄合わせだけじゃないですか、うんうんうん、その過程を全然意識しないでしょ。はいはいはい、過程を。でも病気と健康っていうのはある日突然病気になるんじゃないですね。ですよね、健康な状態、うん、そう、健康な状態から
何か悪い習慣とか続けて半健康、やや悪くなって、で、未病っていう病気の前の段階を通過して病気になるわけですよ。はいはいはい。だその間で治したらいいね。うんうんうん。ところが現代学っていうのは、ある日血圧が130を超えたら、あなたは今日から病気ですっていう学問。なるほどなるほど。というか今ほとんどの現代人が半健康というか半健康に半病人って感じですよね。だからそれが大事なの。それ治すんが食なん、ね、ですよね。だから半健康、うん、半病人やからまだ病院は行かへん、だから健康やって誤解してる人らが多いと思うんですけどもね、うん、うん、だからそれは誤解やし、でそこで改めないのは性格の病気なんです。傲慢病ですよね。傲慢病。傲慢病、恐ろしい病気ですね。だから素直にやな、そう治れへんぞ、それ治さな、それ治さんと生活変えようとしないからね。いや、性格治すっていうのはすごいね。これ永遠のテーマですよね。いや、永遠じゃなくて気づいたら治すんよ。だから病気っていうのはその性格を治すための気づきやっていう考え方もあるんよ。ねえ、いやそれは周りで見てたら分かるかもしれませんけど、当の本人が気づきませんよ、なかなか。いや、やっぱりね、その威張ってた社長さんなんかも命ね、命がかかって入院してね、退院してからこう生まれ変わったとかあるんですよ。いや、そういう方はいいんですけどね。考え方が、うん、退院してまだ傲慢になってる方結構多いんじゃないですか。それやったらもう治れへんな。治りませんよね。だからどっか変わらなあかん。だからこれが試練なんですよね、うん、はい、うん、自分のレベルを上げるためのね。あ、みち先生、それは病気はチャンス。体調が、うん、この話締めてくださいって書いてますよ。傲慢病の治し方。結論は傲慢病の結論は酵素断食しましょう。そこで持ってくるんです。治るまでしましょう。治るまで酵素断食、はい、何年でも断食してください。メッチー先生、あなたは永遠に断食をしないといけません。メッチー先生、最長7日連続ですよね。いや、僕1週間しか会ったことない。いや、7日連続すごいですよね。いや、もう全然大したことない。うん、素晴らしい。うちのお客さんは1ヶ月やった人何人もおる。マジっすか。1ヶ月ですか。うん、まあ、が、うん、がんの治療やけどね。うん、何人もいます。すごいですね。うん、よかった、言うてはれます。うん、あ、治ったん。いや、よかったで、治ったってこと。いや、治ってはるけどね。治った、うん、おー、すごい。完全に消えないけどね、小さくなって、うんうん、手術線で済んだとか、はいはいはい、まあ、ドラマみたいな話もありますよ。まあ、婚約してたね、30歳の女の子が、はい、彼氏に言われへんで泣いてきたんやけどね。うん、もう結婚して、結婚できましたからね。はいはいはい。うん、すごいね。よかったですね。余命3ヶ月言われてた。うん、いや、余命3ヶ月ってねえ、辛いですよね、そんなこと宣告されたらね。うん、まあちょっと続きはあるんやけどね、その話も。あ、そうなんですか。お、中野大将は、よし、7日断食するかって書いてらっしゃいますよ。おお。ここでね、もう電波に乗せてしまった以上、もうやっていただくしかないんで、ね、ぜひぜひ、途中経過をですね、毎日報告していただきたいと思います。たった今決定いたしました。長野大将7日断食結婚するそうです。頑張ってください。これで傲慢病が治る。アズマックスさんがですね、酵素断食は変態病にも効果があるのかなっていうのを書いてらっしゃいますが、何をおっしゃいますよ。変態病で、変態で素敵なことなんやから治す必要はないんだ。変態はね、もうそれはもうね、最高ですよね。何も治療の、ね、必要も一切ないですよね。必要はない。ね、うん、もう変態でずっとあり続けてほしいと思います。うん、はい、うん、変態の鏡じゃないですか、アズマッチは。アズマッチさん、変態の鏡だそうです。
もう最高の称号ですよね。よかったですね。はい。カオルさん、体調頑張ってくださいってことですね。はい。体調は Facebook で、イベント立てますよというふうに書いてらっしゃいます。はい、もうこれ、引くに引けなくなりました。もう、あきらテレビの中で決定いたしました。はい、いや、ぜひぜひ1週間、はい、いや、僕は慣れてるからできるけど、大変やで。大変やで、大変。まあ、それはですね、ミッチー先生からのアドバイスをですね、聞いていただきながらということで、ぜひ、まあ、無理しないように頑張っていただきたいと思います。はい。ですね、まもなく番組2時間になろうとしておりますので、そろそろですね、ここら辺で、お別れしたいと思いますが、今日ね、見てくださって今日ね、すごいですよ。18人の方ですかね。はい、はい、最長18人の方が、ご覧になってくださいました。うん、合計視聴数35ですよね。はい、ミッチー先生のおかげでですね、高視聴率が稼げました。いや、なんだ本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、アズマチさん、変態ということを褒められた、嬉しいってことを書いてらっしゃいます。はい、さあ、お父さん大丈夫ですかね、ちょっと。ね、お父様の ね、あのご容態がちょっと心配ではありますが、ね、バランスですからね、はい、はい、いいことも必ずあると思います。大丈夫。はい、うん、伝わってますからね、アズマチ。ちゃんとお父さん声かけてあげてくださいね。はい、伝わってます。はい、声をかけてあげてくださいっていうことです。ですね、小松さん、仲間隊長の断食7日間体験記をアキラテレビでやったらいいかも。いいかも。いやね、どんどん大きくなってきましたね。はい、もうまたね、再来週ぐらいのですね、この番組で結果の方報告できるかもしれませんね。はい、それではですね、今日は本当にね、2時間にわたりまして、幸せの食欲トークということでですね、ミッチー先生に楽しく語っていただきましたけれども、はい、はい、またですね、機会がございましたら、ご出演していただきたいと思います。はい、はい、ミッチー先生、はい、今日はどうもありがとうございました。あ、歌わないの。いや、ありがとうございます。エンディングはミッチー先生の歌ですね。すっごい寂しそうな顔してたね。歌いながら終わろう。あの顔を見たらね、もう5曲ぐらい歌っていただこうかな。食べたいと思わぬことが何よりも大切だよ。あ、私ね、もう本当ロマニコ好きなのにね。好きなのに。こっちに目を向けてさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日の午後10時はお笑いダイエット TV をご覧ください。あーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。あきらテレビ、また来週お会いします。さよなら。バイバイ。See you next time. See you next time. Bye.